金捧ぐは、朝鮮の独立運動家、政治家、ハングル学者。号は白淵。日本統治時代は中国で、朝鮮独立運動に従事し、朝鮮解放後は北朝鮮に渡り、北朝鮮労働党委員長や金、日清総合大学初代総長を務めた。1948年9月9日に、朝鮮民主主義人民共和国が建国されると、 初代最高人民会議常任委員会委員長に選出され、同国の国家元首を務めた。その後、同国の最高指導者である金日成と対立し、1958年に粛清されたと推定される。李氏朝鮮時代に、継承南道到来軍で生まれる。著名な朝鮮語学者、修辞教の下で学び、辞典の編纂にも参加した。 1919年の3.1独立運動に、金笹具は参加するが、日本によって運動が弾圧されると、金笹具は、上海に亡命し、同所において組織された大韓民国臨時政府の委員となり、中国を拠点に、朝鮮独立運動を推進していく。また、離党期などを通して、共産党に入党し、社会主義系の独立運動家となった。 1935年、義理の老いで、義烈団団長として、日本に抵抗した経歴がある、金元宝と共に、朝鮮民族革命党を結成。1942年4月、朝鮮義勇隊と共に、中国共産党の本拠地延安に移動し、同年7月に、朝鮮独立同盟を結成、委員長に就任した。 1945年8月15日、第二次世界大戦に日本が敗れて朝鮮が解放されると12月13日に金笹具は帰国して平壌へ赴いた。1946年2月8日、初の中央行政機関である北朝鮮臨時人民委員会が樹立されるとソ連から帰国した金日成が委員長に 金笹具が副委員長に就任した。同年2月16日、延安で行動を共にした共産主義運動家と共に朝鮮新民党を結成。同年8月28日に朝鮮共産党北部朝鮮分局と朝鮮新民党が合併してきた朝鮮労働党が成立すると、金笹具は党中央委員会委員長に選出された。しかし、党の実権は、 副委員長の金日成が掌握した。1948年4月の南北協商会談では、金日成と共に北側代表として参加し、南側代表の金急、金慶職と会談した。同年9月8日、第1期最高人民会議が招集され、金笹具は最高人民会議上任委員長に選出された。翌日、 朝鮮民主主義人民共和国の建国が宣言されると、金捧ぐは憲法の規定により、最高人民会議常任委員長として、同国の国家元首となった。ただし、最高人民会議常任委員長が果たす、国家元首としての権能は、儀礼的なものが中心であり、首相である、金日成が、国政の最高責任者として、実権を掌握した。 1949年6月30日、北朝鮮労働党が、僕ケニ率いる南朝鮮労働党を吸収し、朝鮮民主主義人民共和国の指導政党である、朝鮮労働党に、改組されると、金日成が、党中央委員会委員長となり、金笹具は、党副委員長となった。1950年から始まった朝鮮戦争では、開戦の是非をめぐって、 金日清と対立した。海戦を強行しようとする、金日清に対して、金佐佐は、海戦に反対だったのである。一方で、朝鮮人民軍第六師団第十三連帯政治保衛部責任将校だった、最大官の証言では、金佐佐は海戦直前の6月23日に、第六師団幹部を前にして、自局演説を行い、その最後に、ソウルは、 朝鮮半島の心臓部である。心臓を掌握すれば、全身を掌握することができる。したがって我々がソウルを掌握すれば、朝鮮半島全体を掌握したも同然である。我々は一週間で、ソウルを掌握して、南朝鮮国会を召集し、新大統領を選出して、南北統一を成し遂げると述べたという。その後、独裁体制を確立しようとする。 金日成に集団指導体制を要求するなど、金笹具は、金日成への批判を強めていった。金建松ら延安派と、金日成ら満州派の対立は深刻化していき、結局、1957年9月20日に、金笹具は最高人民会議常任委員長を、解任され、蔡伊佐夫県が、公認の最高人民会議常任委員長となった。 そして翌年3月の第一回党代表者会議において、金笹具を中心とする延安派は粛清された。金笹具は党を除名された上、この年のうちに処刑されたとみられる。朝鮮語文研究所と科学院において、朝鮮語新鉄字法と朝鮮語鉄字法の編集を主導し、朝鮮語研究に貢献する業績も残した。114から115ページ。 A North Korean Lesson in Photo Editing. NK HT News HTTPS w w w n a n e w s o r g 2 0 1 5 0 7 A North Korean Lesson in Photo Editing.2017 年1月21日閲覧。62550人民軍証拠と。 月刊挑戦、https://mans3.chosun.com コロンススララッッシュスラッシュクライアントスラッシュニューススラッシュ viw.asp ナーヌスナムイコール1999億810万242019年6月11日閲覧。ありがとうございます。